ークルの支援センターを設置しました。活動内容をアドバイスしたり、自治体との連絡を行ったりしています。卒業していく学生がいる中で、サークル活動を維持・継続できる環境を整えようという狙いです。京都府は各大学のサークルを集めて来月21日から2日間行動の防災キャンプを初めて開くなど実施していくことになります。こんばんは、ポーズです。柔道男子60キロ級でオリンピック史上初の3連覇を達成した野村忠宏選手、今日引退会見を行い、40歳まで続けた柔道人生に別れを告げました。勝負の場所に立つことはないんだって思ったらすごい寂しいなって思いますけど、自分のやれることはもう精一杯やってきたし、後悔というものはない。長年軽量級のエースとして日本柔道の監督は木村健太、持ち味の一本一本の柔道でオリンピック史上初の3連覇を達成しました。取れたっていうことは、競技者として本当に幸せなことだと思うし、よく見えたね、連覇したかったし、長い自分の競技者としてちゃんと人生でも、まあ、一つの最後の試合は豪快に1本を取られました。負けた瞬間